我が家は楽しは1951年の日本映画。本来のタイトル表記は我が家は楽し。当時のスターを揃えた豪華キャストによる家族ドラマ。騎士稽古のデビュー作、中村登監督の出世作である。上村工作にはしっかり者の妻並子がついていて、4人の子供を抱え、乏しいながらも家庭は明るい。ともは好きな絵を学び、胸をむ恋人。 内田三サブロの全開の日を待っている。工作は、金属25年を迎えて、会社から表彰され、特別賞与として、金一風をもらうことになる。ナ子はこれで、子供たちの不足の品も買え、次女の修学旅行の費用も出ると、人知れず&。ところが、表彰式の木と、夫婦でわずかな買い物をした、賞与3万円の残金をすっかりすられてしまった。 しかし、ナミコはこの災難を子供たちに知らせず、また泣けなしの衣類を売り払って不足を補う。意気込んでいた、ともこの絵が落選し、サブローが亡くなった時、ナミコは、絵が自分の昔の夢であったと打ち明け、くじけるとも子を励ます。住み慣れた家が、家主のために、林家へ売り渡され、立ち退きを迫られる。ところが、とも子の描いた林家の庭の絵が、 偶然リンカの主人の目に留まり、買い取られる。これが縁となって立ちの木も取り消された。さらに、と子が必死になって描いた母の肖像画はついに、展覧会に入選した。家は、こうして、相変わらず、つつましやかで、心温まる団乱に続けていくことができるのだった。山田鈴と、留置衆評価は高い。川本三郎によれば、二箇所のパクリがあるという。 一つ目は、アグネス・ザッパーという女流作家の愛の一家監督、小杉サム主演で映画化で貧しいが仲のいい家族が家主に追い出されそうになる部分。二つ目は、アメリカ映画でジョージ・スティーブンス監督のママの思い出で娘に小説の才能があるか有名な女性作家のところに店に行く場面である。1993年2月19日に小畜ホームビデオより、 VHS ビデオが発売されたが、2011年8月25日現在、DVD 化はされていない。なお、ワウワウで、ハイビジョン放映されている。ありがとうございます。